このサイトに不死身という話がありましたので、少し長いのですが私も一つ。これは体験した私自身、未だに信じがたい出来事なので、聞く方はなおさら信じがたいと思われますが、小学4年の時、私は初めて死にかけた。原因不明の呼吸困難で意識不明。すぐさま ICU に運ばれ5日間。その時、私はベッドの上に意識が飛び、自分を見下ろしていました。今思うとこれが多分幽体離脱。しばらくすると医師やらナースやらがどんどん病室に来て、私に何かしていた。わけがわからぬまま、気づいた時には見たことない場所に。周りにはうっすらと霞がかかった山々。遠くの下の方には大きな川。色は画面の全体的に虹色のグラデーション。素晴らしく綺麗だった。なぜか川に向かって歩き出した時、私は目が覚めた。意識が戻ったらしい。それから今まで3回、17、24、29と、もらい事故やら、手術中の出血性ショックやらで、その度に小学生の時に体験した綺麗な光景を見てた。幽体離脱らしき体験はなかったが、相変わらず綺麗な景色。ただ一つ変わってたことといえば、毎回、だんだんと川に近づいていってるってこと。しかし2回目に死にかけた時には、きっとあれが三途の川と思い始めていた。なので3回目に倒れて2キロ先に川を見た時には、本気で死を覚悟した。まあ2回も生き延びたんだからもういいか、なんてのんきに川に向かい出した。ところがその途中で情けなくも転び、意識が回復してまた元の世界へ。目覚めた時、少しおかしくなって笑えた。そして4回目は今年の春。流産の処置の際、出血が止まらず遠のく意識。4回目ともなるとさすがに最後だと思い、慣れたもので意識が薄れる中、旦那には飼ってた犬のことを頼み、今まで恥ずかしくて言えなかった愛の告白や、旦那のへそくりで遊びまくったことまで告白した。また見慣れた光景。川はすぐ目の前。歩き出した時、向こう岸に見たことがある人物が降臨。私が中学1年の時に21で死んだ兄だった。また来たか。5回目はもう何もしてやれないと思うから元気で暮らせよ、と兄は青い顔で微笑んでいました。私は回復しました。旦那が半べそ書きながら手を握ってた。4日間眠ってたらしい。少し不謹慎だが笑えちゃう話。旦那の両親は私が死んじゃうと旦那を連れて祈祷師に祈りに行ってくれたらしい。旦那は目覚めた私に、俺のへそくりで遊んだの、利子高いよ、と泣き笑いしてた。ただ私が寝てた4日間、不思議なことが一つ。愛犬が日中はどこかへ姿を消し、夜にはちゃんと帰ってきたらしい。後日談ですが、退院後に旦那と愛犬を連れて流産した水子の供養と兄に会いにお寺へ。そこで住職さんが来て犬を見て微笑んだ。あなたのワンちゃんでしたか。この間までこのワンちゃん、3、4日ほどここの前でお座りしてじっとお墓を見つめて、夕方にはいなくなってたんですよ。感激した。いつもいたずらっ子のこいつに感謝した。もちろん一度もお墓に連れてきた覚えは全くなかったので、なぜ兄の墓が分かったのか不思議だった。それに家からお寺までは3キロ。こいつはミニのダックスフントだからよく体力があったものだ。だが
そんなことよりもけなげなこいつに感謝した。ワンランクアップの食事を誓った。シーザーだ。さすがに食いつきが違う。今は相変わらずのいたずらっ子に戻ったが、以前にも増して可愛くて仕方ない。もう子供は産めないとのことだが、末永く家族三人仲良く暮らしたい。兄にも感謝。長文でしたが最後まで読んでくださりありがとうございました。流れを読まずに投下します。初めて書き込みます。私は神社の家系に生まれ、霊能力者を生業としているものです。3年前に訪れたお客様の話なのですが、今でもどうしても考えてしまって胸が苦しくなる思いなので、もう時効かと思いますので吐き出させてください。私の開く鑑定事務所に、ある日顔色の悪い男性の方が訪ねて来られました。聞くと男性の方は会社の経営をしており、地元の名士として名高かったそうですが、急激に業績が悪くなり、経営が傾き、借金が膨れ上がり、危険な状態になったとのお話です。さらに娘さんのことについても気がかりだと。話を聞く前からすでに嫌な予感がしており、おかしいなぁと思いながらも、ご家族のお名前を聞き、霊視を始めました。会社にはなぜか何も異常は見えなかったので、ご家族を霊視することにしました。その家には奥さんとあとお子さんが3人いて、上から長男、長女、次女だったのですが、長男と次女が障害を持ち、そのうち次女が重度の障害で3年も寝たきりであり、自宅で介護士を雇ってお世話をしているのだそうです。私はまず本人と家族を霊視しました。私の霊視とは、映像や声からキーワードやヒントを感じ取るものであり、今まで大変な人数を霊視しましたが、その全員に霊視が通用しており、伝えて鑑定をしてきました。ですが、この家族はかつてないほど非常に霊視がしづらく、ノイズだらけで、私は口ごもりながら原因を探っていました。本人、奥様、長男、長女、次女と順に霊視しますと、はたと気づきました。寝たきりの次女が全く霊視できないのです。私は生きてさえいれば絶対に霊視ができる自信があるので、おかしい、おかしいと混乱しまして、とりあえず次女の部屋に何があるのかを書き出してもらいました。私の様子もおかしい、ただならぬと察したそのお客様は、慎重に慎重に思いながら書いていきます。ベッド、洋服棚、家族が座る椅子、折りたたんだ車椅子、神棚。あった。これだ。ここに何が祀ってありますか?と、私は大きな声で尋ねました。ああ、うちは〇〇教、信仰宗教団体ですからね。私の部屋にも置いて世話をするからと、熱心な次女が起き出したんですよ。何年前からですか?ああ、そうですね。この部屋にあるのは3年前からですね。新興宗教団体にしても、あの大規模な神道系邪教とは。やっと私の脳裏にいつものように霊潮が走ります。あ、と、が、に。ぞわっとおぞけが走りました。あ、ら、ひ、と、が、あらひと神、あらひと神。なるほど、
次女さんが寝たきりになったのは神棚を置いてからどれくらい後ですか？どれくらいでしょうね。まあ近いことは確かです。会社の業績が悪化したのは？それは3年前ですよ。次女さんが健康であった時、あなたに何かしてほしいと言ってたことは？お恥ずかしいですが、次女が寝たきりになってから妻から聞いたのですが、私と遊んでほしかったといつも愚痴をこぼしていたそうで、私の仕事を憎んですらいたそうですね。曖昧もことした情報が一本の線でつながります。つまり、部屋に置いてある神棚が原因で次女を寝たきりにした。あの邪教は特徴的で、信者から金銭を吸い上げ、神棚から生命力を吸い上げる性質がある。神棚の祭り方なのか、それともたまたまなのか、神棚の中の邪教の札が次女自体を御神体として祀ることを選んだ。つまり荒人神、かつての村や町の中で信仰を集めた人の身でありながら神として崇められたもの。本人へ栄養を供給し、介護士が世話をすることはイコール神様のお世話。大きすぎる神棚や大きすぎる御神体は大きな願いの力を生む。要するに複数の条件が重なることにより天然の荒人神が生まれ、それに対して誰も願わずに、けれども神様のお世話はされていた。何か大きな人の願いがないのならば、優先されるのは神そのものの願い。つまり父親の仕事がなくなり遊んでくれるようになること。だからといって神棚をなくせなどと言えるはずがない。それによってどのような厄災が私や目の前の客に起こるかが未知数だ。人工心の祭壇を壊せなどと大それたことを私は言えない。言えばたたりが起こる。っていうか自分のところの宗教の人間に頼れよと。それにこの客も某邪教の信者であれば、某邪教の神棚のせいで娘さんもあなたのお仕事もおかしくなってるんですよなんて言ったら怒り狂い、信者を引き連れて暴力的な意味にお礼参りに来られたらたまったもんじゃない。それにあの邪教ならやりかねない。私は立ち上がってきっぱりとお話ししました。お帰りください。今すぐに。お代は結構です。どういう意味ですか？すみませんが、未熟者の私には対処しかねます。大変申し訳ありません。そんなやりとりの中、ブツブツと文句を言われてしまいましたが、そのお客様はお帰りになりました。その後、すべての鑑定をキャンセルし、日本酒を煽り忘れようと努力しました。その次女は今も生きながらに荒人神として祀られているのかもしれません。自らの願いをひたすらに叶えながらも。皆さんもどんな宗教を信じても良いのですが、神道13派のとある宗教だけは気をつけてください。以上です。死ぬほどシャレにならない怖い話かどうかは自分では分かりません。ただ私は個人的に最も怖かった案件なので書き込んでみました。少しでも伝われば良いかなとは思います。お返事に時間がかかると思いますが、ご質問は受け付けております。邪教に関してのヒントは散りばめましたが、どこが正解なのかにはお答えしかねます。神社の家系の人が理由も言わずに相手を見捨てるとか、本当にそんなのあるの？理由を話して私がこの相談者の怒りを買い、私が誰も救えなくなるのと、理由を話してお返しして多くの人を救い続けられるのと、どちらがよろしいかということです。前者を選べば救えるはずだった方々を見捨てる選択になりうるでしょう。
昔、20代の男性が住んでいたマンションで夜寝ている時によく見た夢。夢の中で僕は自分の部屋に閉じ込められています。現実とほぼ同じ部屋ですが、窓とドアがそこには存在しないんです。あと一つ、現実と違ったところがあって、壁の隅に小さな赤い文字で、羽衣カメムシの湧き出る静寂の谷から紺碧の海色のイノシシの群れが走り抜ける、ムカデの赤い甲羅と乳色を混ぜたような見事な阿弥陀羽の黒トンボたちが、静寂の谷から青き栗の実を携え走り抜ける金色のハツカネズミたちの群れの一匹一匹が、濁った草原宝石のようなバイオリンの弦を静寂の谷から運び出す空色のカニたちが、その目図のキツツキの両手に虎休みの三つぼみをいっぱいに積み、心地よい読書の宴を催して毒ミミズを陥れる景観を弄すのですが、みたいな詩なのか小説なのかわからない意味不明な怪文章が羅列されているのです。毎日のように見たこの怪文章の中に、ごくたまにですが、一つだけ青く光る文字がある場合があります。その青い文字を見つけたときは、文字を壁から抜き取って、手に持っている黄色い小箱に入れます。部屋ではそれ以外のことは何も起こりません。部屋の中では筋トレをしたり、プレステやったり、テレビを見たり、携帯でメールしたり、漫画を読んだり、G をしたりして時間を潰します。単なる夢だと思っていたのですが、ある日、バイト帰りの帰宅途中に、道端で妙なものを見つけました。あの夢に出てきた黄色い小箱だった。確かに似ていたのだ。少々不気味に思ったが、不思議なこともあるものだと思い、小箱を拾い上げて、怖いもの見たさもあって中身を確認した。すると、男性はものすごい悲鳴を上げた。活字盤っていうのかな。その箱の中には、ハンコとか書類制作に使う木製活字盤がいくつも入っていた。男性はまさか本当に文字が入っているなんて思いもよらなかったから、つい悲鳴を上げてしまったのだ。そしてその中に入っていた活字盤がこれ。1、2、る、と、い、し、家、日。並び替えると、一日家にいると、し、とも読める。男性は気味が悪くなって、次の月の1日はバイト先に泊まって家には帰らなかった。その次の月も、そのまた次の月も、そしてとうとうその次の月の1日に事件は起こった。2日の夜に家に帰ると家の中が荒らされていた。タンスを真っ先に調べたが、どうやら強盗のようで、金目のものがごっそりと持っていかれていた。男性は、まあ命が助かっただけでも幸いかと思ってリビングに入ると、そこには包丁が10本近くテーブルの上に突き刺さっていた。以上です。あんまり怖くないかもしれないけど、ご勘弁。3年ほど前の話です。私は地方の総合病院で看護師をしていました。準夜勤で消灯の準備をしていた時のことです。消灯の前には病室だけでなく、病棟全体を見回る決まりでした。病棟全体といっても見て回るのは、小さい面談室やエレベーターホール、談話室、当直室、非常階段くらいで、見回っても異常があったことはありませんでした。
わざわざ見回りする必要なんかあるのかなといつも思っていたくらいです。でも一応決まりなので、その日もささっと見回りに行きました。非常階段を見回った時、下の階との間にある踊り場に子供がこちらに背を向けて立っていました。おそらく3歳くらいの痩せた子供が病衣を着て点滴台に捕まっていたんです。点滴台には点滴袋がぶら下がっており、シリンジポンプ、点滴に別の薬を少しずつ混ぜる機械もついていたことを覚えています。その非常階段は多分どこもそうだと思いますけど、人があまり通ることはないので驚きました。しかも窓もない、ただの壁を向いて黙って立っている。でもその時は別に怖くはなく、もうすぐ消灯なのに何やってるんだろうと思い、階段の上から声をかけました。どうしたの？もう消灯になるよ。声をかけても何も反応はありませんでした。もしかして迷子？脱走？一緒に小児科まで連れて行くべきかと考えを巡らせました。お部屋わかる？早く戻らないと、と続けて声をかけたとき、ナース PHS、私が働いていた病院では看護師は一人一台 PHS を持つことになっていました、がなりました。先輩から力を貸してくれとのコールだったので、その子を小児科まで連れて行くのは断念し、早くお部屋に帰るんだよ、と声をかけてその場を離れました。そしてあれこれ消灯前の雑務をこなし、ようやく消灯してナースステーションで一息ついたとき、非常階段の子供のことを思い出しました。あの子はちゃんと部屋に戻ったんだろうか。ちょっと非常階段を見てきますと他の看護師に言うと、なんで？と聞かれたので子供のことを話しました。すると先輩が、やめときなよと。その子一人で点滴台を持ち上げて階段登れるような子だったの？はっとしました。無理です。3歳くらいの身長でガリガリに痩せた子供、点滴台を押して歩くことはできても、持ち上げて階段を踊り場まで上がるなんてできっこない。しかも機械までついていた重い点滴台。先輩は黙り込んだ私に、もしかしたら本当は親と一緒に点滴台を持ってもらったのかもね。だったら近くに保護者がいたってことだから行く必要ない。もしそうでなかったとしたら、なおさら行かないでおいた方がいいでしょ、と、こともなげに言いました。親が近くにいた？それならどんなにいいだろう。でも、きっとありえない。消灯直前に3歳くらいの子供をわざわざ階段の踊り場に連れてきて、そばを離れる親がいるのか？きっといない。しかもよく考えると、小児科病棟は私の病棟から4階も下にある。パソコンで小児科の入院患者を見ました。その日は連休前だったので、外泊患者が多く、小児科病棟は空きのベッドが目立ちました。外泊していない2から5歳の患者は数人しかいませんでした。個室に入っていて人工呼吸器がついている寝たきりの子、車椅子の子、2時間ほど前に回復手術が終わったばかりの子。あの子らしき患者はいない。じゃあ、あの子はやっぱり、まさか。そう考えたとき、先輩が私のパソコンを覗き込み、もうやめなよ、と言うと、にやりと笑いました。このくらい慣れなきゃ。私は死んだ患者にピアス取られたこともあるんだから。先輩はショートボブの髪に隠れがちだった耳を見せてくれました。耳たぶの斜め上のところ、軟骨にピアス開けてたんだと思う、には、一旦裂けてくっついたような
ケロイドに似た盛り上がった傷跡がありました。先輩がかつて死んだ患者に死に装束を着せておしろいを塗っていたとき、ふと後ろを振り返ったと同時に耳に激痛。耳が裂けている。ピアスがない。かっこ穴が塞がらないようにする透明のやつ。あちこち探したら、ピアスは死んだ患者が胸の前で重ねた手と手の間にあったそうです。私の実家の近くには、鳥居ヶ丘という名の土地がある。とても古い石鳥居が住宅地の中にぽつりと立っているというおかしな土地だ。そこは神社ヶ丘でも稲荷ヶ丘でもなく鳥居ヶ丘なのだ。つまり少なくともその名が付けられた昔にはすでに鳥居だけがそこに立っていたということだろう。無論現在もその形の悪い石鳥居に対応する社などは存在しない。私は高校の頃、よく晩に居づらい家を抜け出して、その鳥居のあたりまで散歩することがあった。そこは住宅地の真ん中だというのに、妙に静かだった。孤独に浸ることを邪魔するものが、そこにはまるでない。思えばその頃は不思議なものをよく見た気がする。青春時代の孤独とかいうやつはもしかしたら心も体もあの世側に近づけていくのではないだろうか。そんなことを考える。そんな日々のある夜のことだ。その夜はひどく雪深く感じられた。何せいつも通る抜け道が除雪で避けられた雪に塞がれていたのだ。だからその日は仕方なく違う道を選んだ。農協の建物についている時計を見るとちょうど午前0時だった。寒いのは当たり前だ。部屋着にとりあえずコートだけを羽織ってきたのだから。小さな墓地が見え、確かその角を曲がれば例の鳥居のはずだった。ふと妙なことに気づく。その小さな墓地に似合わない妙に大きな墓があるのだ。いや、大きいというよりは高いと言った方がいい。優に3メートルはあろうか。妙に細長い形の墓石の影だった。その細長さはどこか女性を連想させる。珍しい墓石だな。こんなの今まで気づかなかった。そう思い、携帯で写メでも撮ろうと照明をつける。すると、影になっていたその墓石の先端が、カクリと曲がった。そこから、バラバラバラと、すだれのようなものが垂れる。なんだろう。その先端に、照明を合わせていく。画面に映ったのは大きな目が一つと、フグのような小さな口。びっしり生えた歯の隙間からだらりと垂れたひだだらけの長い舌。顔とも言えぬような顔だった。すだれのようなものは髪の毛としか言いようがなかった。私は恐怖に声も出せずにいると、かくり。もう一段折れ曲がって、その後、ずるずると、形容しがたく、どういう原理かなど、見当もつかないが、普通の生き物には、到底ありえない進み方で、にじり寄ってきている。歯だらけで、バランスというものがまるでない。深海魚のような口から、おぞけを催させる声が漏れた。その声は驚くべきことに、一声ごとに周囲の闇を濃くさせていく。それは錯覚などというレベルではなかった。雪が黒く染まっているのだ。
雪国の夜は淡い光が下から湧き立つように薄明るく見えるものだが、その反射光すらも黒く染まっていくのがわかる。黒い光に足が蝕まれていく。その中で何かひどく湿ったものがうごめいている。これは指だろうか。弾かれたように本能的に明るい方へと向かう。足がもつれ這うような形になる。周りは人がいるはずの住居に囲まれているというのに、恐怖に喉が引きつり叫び声一つ出てこない。まるであの髪の毛が喉に絡みついているようだ。その住宅の窓どれも時間のせいか、まるで生きているものが中にいる気がしない暗さをしている。これでは呼び鈴を鳴らし住人を待つ間にあの怪物に追いつかれてしまう。明るい方へ、とにかく明かりのついている人家へ。曲がり角からかすかに光が漏れているのを見つける。黒い雪の上を泳ぐように走り曲がる。すると住宅の明かりかと思ったそれは、驚いたことに例の石鳥居が走っていたものなのだった。いや、鳥居そのものが光っているというよりは、鳥居に囲われた内側の空間から光が溢れているという具合に見えた。突拍子もないことが連続し、もう訳がわからないが、後ろからはあの怪物が迫っている。人家は思うが、不運なことにそこは四方皆背を向けて立っていた。もう何でもいい。すがるように鳥居に這い寄る。鳥居の発する光の中で後ろを振り向くと、怪物は光の及ぶ範囲には近寄れないのか、だいぶ離れた薄闇の中でうずくまっている。うずくまっているという言い方が正しいのかはわからないが、とりあえず背丈は半分ほどに縮み、一塊に縮まっているように見えた。なめくじのようだと思ったのを覚えている。すると突然轟音が響き出した。すぐ後ろ、石鳥居から発せられている。その轟音に見合う突風が吹き寄せる。振り返り鳥居を見たが、その轟音の中、一体何が起こっているのかわからず、混乱は飽和し、今にも心臓そのものが割れて叫びを上げそうに思われた。その鳥居の間を何も見えないのに、何かが、それも大きさの計り知れぬものが今通り続けているのがわかるのだ。あるのは風だけだというのに、あれを何と形容すればよいのか。鳥居が発している光そのものすらも風に押し流されて一方向に吸い込まれていくようだった。光が風に運ばれるなどということがあり得るのだろうか。しかしそうとしか言いようがない光景だった。突風の混乱の中、もう私自身の恐怖すらもその風に押し流されていく心持ちだった。ふと先の怪物の方を見ると、ひーひーという情けない声を上げながら墓地の方へと引き上げていこうとしている。しかしその動きは鈍く、進むたびに体が小さくなっているように見えた。それを見ながらも高まっていく轟音と光に、私はだんだんと気が遠くなっていった。目が覚めると自室の布団の上だった。時刻はちょうど午前0時。携帯の時計で確認しても0時ちょうどだった。先ほど農協の時計で午前0時であることを確認した。あの時計はずれることなどないはずだが。夢であるのかというと、
雪にまみれたコートを着て寝ていたことから、それは違うと確信する。何より、あの感覚すべてを夢だと言うなら、何が夢でないものなのかすらわからなくなってしまう。ふと携帯を開けてみると、細長い墓石の画像が確かに入っていた。間違いなくあの場所までは行ったのだ。片道20分はかかるというのになぜ。あの鳥居で光がまるで CG のように風に引きずられる様を見た。光が風に流されるというなら、時間など吹き飛ばされるのが道理だとでも言うのか。馬鹿げている。何もかもあまりに馬鹿げている。めまいがした。心臓の鼓動はひどく早いのに恐ろしく眠い。あのおぞましい顔は映っていなかったが、さすがに気味が悪くその場で消した。しかし、いつシャッターボタンを押したのだったか。いや、今はとにかく朝だけが来てほしい。何も考えたくない。そのまま私は眠りに落ちた。後にその石鳥居について地元大学の調査が行われたという新聞記事を偶然見る機会があった。以前から一部の民族学者からは注目されている代物ではあったらしい。調査では、建てられてから少なくとも1100年以上は経つ日本の鳥居全体においても最も古い部類に入るものだと確認されたらしい。川に沿って上流の方にもう一つ同じ型で同じ年代に作られた石鳥居があるらしく、それらはどうやら龍山と呼ばれる標高ほんの300メートルほどの山に向かって立っているという。その山はその一帯の山岳信仰の一種の政治的なものであったのではないだろうか。そう記事は締めくくられていた。なるほど。龍山という名前なくらいだから、もしかしたらあの時の突風は龍が通ったのかもしれないな。龍だったならば、あんなおぞましい怪物でも怖がって叱るべきだ。その時は、あの日の異常な恐怖も忘れ、のんきにそんなことを考えていた。しかし、今こうして書き出してみると、再びめまいがするような気になる。人間では立ち向かう意志も奪われるような怪物が闇の中にいて、そしてその怪物ですらなすすべもないような怪物は、山の中でもひときわちっぽけなものに由来しているに過ぎないというのか。壁に貼った日本地図を眺めると、その列島は山ばかりの島なのだと気づく。まして私の故郷は山に形作られているということが、そのまま地名になっているような土地だった。あの見分けるのも難しい小さな山ですら、途方もない怪異を起こすというのなら、隣の一回り大きい山はどうだろう。その後ろの雲をつく山は、もしそれら一つ一つにあの龍がごときものが潜んでいるのなら、山を削って道路を作り、トンネルを掘った程度で何事かを管理できているつもりになっていていいのだろうか。もしや我々は自らこじ開けた龍の口に、それと知りもせず入り込んでしまったのではないのか。町の隅にある闇一つすら征服できぬまま。そういえば書き忘れていたが、あの夜の異変の臨片は次の朝にも思い知らされた。朝食の際、母親に、あんた毎晩夜中出歩いてよく飽きないわね。友達もいないくせに。星空でも見てたの？と聞かれた。あんな大雪の中で星なんか見えるわけねえだろ、と私は答えると。大雪？何言ってんの？どこに雪が積もってんのよ。昨日は綺麗な満月だったじゃない、という。
私は弾かれるように表へ出た。どこにも雪のかけらもなかった。バカバカしい。全部夢だったのだ。そう思い、携帯を開き、息を呑む。待ち受け画面は、ひょろ長い墓石だった。先端がかくりと曲がっている。すだれのようなものが、パラリと垂れる。そこに大きな目がある。歯だらけの小さな口があり、長い長い舌が垂れ下がっている。髪は映り得る限りに広がっていて、画面の内側を指が這う。私は震える指で何度も何度も押し間違えながらその画像を消した。携帯の中のありとあらゆるデータを消し投げ捨てた。震えながら涙が出る。ああ、今なら千年以上の昔の人間があんな仰々しい石鳥居を建てずにはいられなかった、その気持ちがわかる。人間はあまりにも知らないことが多く、あまりに力が弱い。昼の火の中でさえ闇の恐怖を拭いきれない。日本地図を見、山の多さにめまいがする。昨日は晴れだったのだろうか、雨だったのだろうか。私はあの夜どうやって帰ったのか。今夜眠っている間、何者かが枕のそばに立ちはしないか。そう考え始めると、地面が音を立てて崩れる気がする。そして巨大な何者かの柔らかな胃袋の中に今立っているのではないか。おまけ。今まで3回、17、24、29と、もらい事故やら、手術、取り直します。この前でお座りして、じっとお墓を見つめて、夕方にはいなくなっててた、いなくなってたんですよ。間違いました。噛みました。その、メズのキツツキの、どこまで読んだっけ。ここか。そのメズのキツツキの両手にトラヤスミの三つぼみをいっぱいに、もう何のこっちゃ。おそらく3歳くらいの痩せた子供が、病院を来て点滴台に捕まっていたんです。点滴台には点滴袋がぶら下がっており、シリンジポンプ、知らない単語はだいたい噛むんですよ。何より、あの感覚すべてを夢だと言うなら、何が夢でないものかなの、な、夢、えぇ、ー、なんじゃこりゃ。何が夢でないものなのかすら、その夜は、深く、ひどく、間違った。漢字は苦手です。